下抜けあるかもしれませんね。まずはポイズンクラウド、そしてリア抜けますね。ただ裏取り早いですよこれ。そうですね、中央も抜けています。あべあべあべ、リロード中を狙った。あべが3人抜き、後ろはミッチ、おー抑えた、返します。最後の1人だ。飛び込んできたマンチキン、ワンオフ。クレジーラクーンのものとなるでしょう。手前のリコンボルト、イエローのショックボルト、後ろからはマンチキンス。ここ大変だ。ファーストラウンドのキルもあり、ここは A サイトへバイパスピットです。後ろからはフィスカ、ワンピック、天才落としています。ファーストブラッドキング、これは武器を購入したフェンネルとしては非常に嫌なファーストブラッド。せっかくこのポジションが取れてるのでジンクスもここでワンピック取りたいですね、はい、おー取ったのフィスカー。しかしフィスカーがこうファントムを持ってるの違和感しかないんですよ。できるだけここで時間を稼いで戦闘を行って相手を引き入れて、はい、クルーズのスペクターですね、横に隠れてますから。お互いのスプリンが B に、ね、ワンワンのトレード、ただ天才も倒されています。当てが粘る、スネークバイト、さらにはジャッジ、炙り出された。ここでスネークバイトをしっかりと切っていきました。ただまだ3人目がいる。イエローにはバッチ、いやー設置まで持っていけるかどうか苦しくなりましたね。落ち着いたガーディアン、これがガーディアンの守護神か。クルーズがこじ開けた、ワンオツーです。まだ設置ができていない状態で政治も落ちている。はい、さあこの壁に警戒できるか。横からはマンチキン、4対卵ですね。何もしてないというか、戦闘に参加する前に今のところラウンドが終了しているんですよね。そうですね、残り1名敵を倒した。あ、しかし最初ですがブリンク破壊詰めるのかなと思ったんですが、ちょっと引いてます。うまい勝負したんです。ガイディングライトと合わせました。ジンクス、おそらく4名で B サイドに寄っていきますか。ミスか、素晴らしいオペレーション、オペレーターのポジション。これバイパー落ちてしまうと、はい、ブレードストーム、さらに中央飛ぶ、手前ではマンチキン、ワンオーファイブです。残ったのはジンクス、そのからジンクス、なんとか1人、さらに3枚目。ただ裏を取ってるんですよね。ですがどれだけ相手の配置が分かっているか。裏をついた最後です。上乗った、バリオから乗ってくマンチキン、ベルト側に行ってるレッドから横をつく、捉えきれません。ただ正面ではフィスカーです。お互いのトレード、さらにフィスカー、A でキャリアダウン、ツーオンスリー。いやでもこのツーオンスリーは道しっかり待って、マッチを捉えます。ツーオンスがあると思います。ただそれを阻止しに来たのはあれです。正面から側にいるという読みで走ってますね。立ち回って最後は正面で、あれが B サイトを守り抜き、さあこの流れをどう変えるか。フェンネル、このファーストブラッドワンピックのキーマンになってるのは間違いなくビスカーですよね。そうですまあ通されてるリスクありますね。そうですね。さあそしてビーロングへようこそ。フィスカーの領域に即リザレクションしましたが、その間に寄ることができています。ビーリアが見えない、範囲からオペレーターになります。天才側で抑えました。5対4、カーベに乗せるべき。おお倒した。ようこそ私の、そしてマットラッシュバイパンフィット、チャンスだ。フェンネルようやくチャンス、見てください。ワンオフォーです。残ったらマンチキン削りに来るでしょう。十分にクレジットあります。ここセーブする必要はありません。そのまま中に入ってきますが、最後抑えたのはクルーズ。ようやくよ、ちゃんと上からの、はい、設置阻止もカバーしますね。さあプラント成功、クレジラ君取り返しです。これクルーズがすでに空爆のポジションに入っているので、早めに会場を立てないといけませんね。ショックボルト、さあここは位置が移った、デリアリを抑えます。まずは1人、キルトレード4対4。後ろからはフィスカーのオペレーター、イエロー側しっかりカバーできています。いや今降りたところ狙い撃っていました。解除に入れません。スネークバイト、あジンクスいいポジション入った。この裏取りは大きいか。このスニーキングプレー、次の解除で飛び出します。クルーズがヘイトを買って、ジンクスが飛び出る、一人抑えました。十分な時間稼ぎでしょう。ただテルウィンド、クルドバースト2つマンチキンのシーカー、フェンネルの位置がここで炙り出される。そしてクルーズはセットのスクリーン、セーフバイト、ただアデがデリアリを落としている。これ成人ないぞ、設置できない。さらには時間がありません。こじ開けるしかない。ただフィスカーがブレードストーム、後ろに回って正面からアデロかキープできるか。下から入ってくる、そしてミッチは上から一気に入っていく。こじ開けれるか。目の前にはネス、ネスがミッチを落とした。ジンクスがネスをカバー、
4対4これはラッシュ気味な展開になりました。プラントまで持っていった、死なせない。リザレクション道を起こします。バッチも位置は分かっているが、プラン弾一つ刺さかない。上の天才戻していく。3対4うまいですね。ガイディングライト合わせていった、行きましたね。壁の上を渡っていったんですけど、お互いのレモンさんがオーバーのトレード、最後はワンチキン、そのまま解除に向かいます。そうですね、いやもうバリアオーブクルズコで引く判断です。合わせ取り返しバリアオーブの位置ミッチヘッドショット、ですが回収ですね。4対4スパイク設置、これはスポーン側への設置、裏での勝負とすれば有利か。バッチがデリエリ落としています。正面に落札クルズスオン2です。いやちょっと見る場所が多いですね。そうですね、後ろからネス、そして正面バリオブ、そのままネスカ設置、これ上はマンチキンが見ています。フェンネルが裏目に出ましたかね。取り返し、まあ、恥ずかしいですね。バリアオーブ壊すの時間かかりますよ、はい、さあここはナイフ2名でナイフで仕掛けます、ね、はい、クルスとミッチが壁を開けます。イエロー側ではスペクター、相手がマーシャル置いて分かればあんまり顔出さなくていいですよね。ただクルスが2人持ってった。2対3あるぞ、横からバッチ挟み込んで正面はマンチキン、あとはプレッシャーをかけるだけ、強気に勝負に行く。時間使われてますね。さらにはスネークバイト前に出れません。ワンオスリー、ここで裏からマンチキン一つでシーカーが使えるようになりますから、はい、ボルドロー味方が破壊、オーブ取得をさせたくないという狙いです。じゃあ裏詰めてるのも見てるか、もう一人なんですよね。ジンクスもしっかり見ています。いやあれが裏を二人さべく、そして設置完了。サイト上、ここでシーカー、ドータナブルドッグを持ったデリアリー、全員来た、ワオホワオホー、最後飛び込んだ。もちろんオーブコントロールしてくるでしょう。いやーこれ面白っ、初めて見ましたけどね。リテイクリテイク前提の戦い方なんですね。さあピストルラウンドで A サイト開けている。これグラビティウェルと合わせてホットハンド、いや先にホットハンド投げるか、ホットハンド投げましたね。ミリサーショックボルト、いい位置です。さあ中に入ってきたところミンティが押される。一箇所一箇所綺麗に対応してますね。さあツオン4です。あとはヘブンだけバレました。人数差は十分にある。ただネスメディウサキルを取ってワンオンツーです。ネス最後ラン、ラフターウェイですね。下から押さえたのはジンクスでした。ってこう結構生き残らなければいけない立ち回りが多いんですけれども、はい、まあ、昔からここはそのままだと思いますね。うん、さあいいです。覗いたところですがジンクスが取り返します。結構メデューサ勝負したがりなのでそこを分かってかジンクスが押さえていきました。シャッターを閉めてディスカーギリギリの勝負、押さえ切った、逃がしません。4対3、ここ人数より作れましたね。ここで設置に入ります。スター設置後にリンツー、おそこも締めた。フィスカーちょっともう一人のメインに気づけるかどうかですね。見ていない、お見てる、中入ってるんですがメデューサがカバー、残ったのはクルズです。ワンオーフォー、最後はネスがサイト内のクルズを抑えて解除に向かいます。ポジショニングはだいぶミンティは引くしかありません。 B サイト中に2名まだ入ってるのは分かっている。ミンティが一旦ジンクスを返します。いやー、韓国だか、隠れてメデューサ、ミンティも時間を稼ぐ、そしてメデューサも時間を稼ぐ、落款大きいです。即飛び出しました。3対4、武器も回収、なんとかサイト内に入ったんですが、エリアリー体力を削られて残りは1名、ワンオフォーです。囲まれている、正面から2人、ピスカーが最後、エリアリーを抑えて2対2、追いついたな、グラビティベル、吸い込まれて、あと30秒、キャットを抜けていく、シーカー、ピスカーがダブルキル、ピスカー効きません。ここで行く、正面での打ち合い、3人目ジンクスが2人返して2オン2です。ちょうど降りたタイミングでしたね、フィスカ。さあここはチャンスになるか、ハンターズ距離設置はさせません。残り10秒、あーうまくずらしながら打ってますね。うまいですね。さらにナノスタームが飛んできます。設置できない、あーもうギリギリ、もう行くしかない、上からの勝負、これは逃げられない、分かっている、そのまま抜いていく、時間のかけ方が、デリアリーライトバック打つかな、どうだ、デリアリーもここロックダウン、はい、タイミングずらしますね。うまいですね、うん、お互いのロックダウンが発生です。さあこのロックダウンであればサイトの中に入ることは一応できます。完璧する。さあ今度はアタッカー側のキル、ここですね、ここでライトバック、いやーこれ捕まってますよ、フラッシュも入ってきた、ほとんど捕まってます、残
さあそのまま4人拘束しました。そのままパーフェクトで抑えたのはフェンネルです。3対3ちょっと前に出るフィスカ勝負1人力強い。一旦戻っての道が B 面から警戒できないか。また1人あと3人ついに道を入っている天才使う余裕ない、ね、カバーして4対3これ天才が縛れてますが、こじゃくなんですか。バイクを設置。二人目です。しかも回復もらってる。まだブレードソム区内はチャージされています。この2対4と中で守れません。プラを受けてない。正面。あえて前に出る判断。そして引く。ソースリー。もう一度出るミッチ。横を取る判断。3人目。素晴らしいタイミング。ワンオーツーです。残ったらマンチキン。フラッシュはありません。ボートハウス2名。いやーこれは取り返しに行くというよりはリークした。およく当てた。これなら詰めてもいい。勝負取ったマンチキン。ツーヘッドショット。まったくなんでこんな目に。流れ的には最後フェンネルかと思いきやクレイジーラクーンがなくなるのでリテイク難しいですよ。あとはネスのコズミックリバイドをどう使用するかというところもあるかもしれませんが、さあ武器も少し弱いところから強気に行くか。フラッシュピッチ前に出ます。これは後ろで爆発しましたね。おまだ行く、まだ行く、前に行く。これがフェリストミッチー4人抜きパーフェクトで4。さあここで A が見えます。リゴモル高い。さあネスどれだけ時間を稼げるか。ディスカも同様ラフターサーネスネスすぎるすぎるネス A でキャリアシーカも入ってる。シーカが追いかけるのが分かっている。残り1名マチキャキロ取る。ワンオーファイブです。あと30秒。絶望的か。最後もマンチキン仕留めたぜ。あここで入りましたね。抜けましたね。やはりバレていなかった。トレードアラモトの破壊ナイスバック。おっとこれ戻ったら危ないぞ。危ないですね。あちょうど切れましたね。さあ押さえて強い。なんとかこじ開けた。やはりあのミッドマーケットバレていなかったのが大きかったですね。はい、ワンオフォーです。残ったのネス。おっとデモを打ち勝つですけどね。クレジラ君も同じ形に前に出ます。ワンエスモからここがチェックされて戻れません。フィスカジンクスが抑えます。これうまいですね。ラッティベル終わったとですよ。カーボールスターをもらっているが戻れるか。逃げていくジンクス。そこを置いていたマンチキン。おフラッシュ時間を稼ぐ。燃えていく。投げていたジンクスの置き土産。4対3目の2人だったんですけど、そこに対してジンクス1人しか持っていってないっていう。そうですね。逆にそれがカウンターになりましたね。そして十分横張り付いてるぞ。これアビリティも使わせたんでないでしょうか。ここでメデューサ2人押さえて強気にいく。キャリアダウン。アドバチはドライティー君強い。前すみません、よく引いたメデューサ。そして逆側ではネスがいる。しかも体に離婚刺さってる。オペレーターです。ミッチワンオースリー正面。ネスは顔を出しません。ま、ね、いるのは分かっている。左も顔を出しません。後ろに下がっていた。戦っている。そのミッチが侵入。スモークだか。マンチキンを抑えて A サイトをこじ開けれるか。サラスラもどっちが取るか。上乗ってシャッターはすでに開けられている。デリアリがスモーク抜き熱を抑えました。ミッチも無理はしません。いやいや勝負を仕掛けるかと思いきや待ちます。難しいところですね。ポジションそんな強くないです。いつでもいけるぞというところ。背中を取られたのはデリアリです。2オン5。あとは正面から2名。リコンボルト破壊。こうなってしまえば世界は分かたれた。横に切る。ここでミッチが勝負に出る。ラフターウェイのミンティを落とします。残ったのはショートのメデューサ。1オン5。このコースに切れば出れませんね。前にミッチ俺に任せるときも問題ない。パーフェクト。お互いがダメージ出していましたが捉えたらメデューサ出て中央を取りに行く。リング潰してタルト反応しない。さあそれと同時にクレジラ君としては A 側に回ります。これクルーズがいるので時間稼ぎますね。クルーズいるのは分かっていますが2つのアビリティで時間を稼ぐ。そして他の面々はすでにショートから裏を取っている。1は移った天才1人。まずはフィスカを落とす。ゾーン3あっという間に来る天才。前に出ますが最後はメデューサの、はい、アーマーも削れましたよ ね。いやー素晴らしい速い、まあ、挟み撃ちでしたね。はい、ミニマップ見ると面白いぐらいにスマイデル
向かいますけど、落としたのミンティ、これは痛いですね。そうですね、天才吸い込まれて動けない、アイテムちゃん見えてるが何もできない、砲弾補正時間を稼ぎます。いいスタンドでしたね。まだチャンスはあるか、真横を取った、1人入れ違い、入れ違い、2人、ネスがなんとかカバー、ストーン3。いやー、しかも武器を回収することができました。はい、フィスが吸い込まれる、アップトラスを避ける、ね、スモークで時間を稼ぐ、中に取り返しに来ますが、ネスが張り付いて、トリストミッチが入る、これルーズ、バレて、フルオートのフィスが、同時に2つのショーティーの音が鳴りましたね。恐ろしいですね、さらにミッチがバレても前に出ていく、必ずフィスカーを持っていく、トレードです。再び引いて、いや、このライブに刺さる、お1人、壁を抜いていく、安全に閉まるまで。そうですね、これ3対3、マンチキンのフラッシュ、ラフターシュタインのフラッシュです。ドローン天才まだオールドローン残していました、まだ見えていない。さあ1人は見えます、確定するからのリコンボルト、オーディン落として 1-0、 これ取れそうになってきたぞ、正面2人で降りて上からはジンクス、ここは落としきたレイヤーによく取り返せました。フェンネルとはショートで天才の位置、一つの位置は見えてる、かなり近い、一つの位置は見えてる、カーボールジンクス、ボタンを出すか、フラッシュも入っていた、時間をかける、ここで引けた、うん、ここはお互い下がる、いや引いたふりをしてジンクス戻ってきた、クルズもカバーに入っている、 B サイトすでに巻きにも入られている、ネスのラークがかなり刺さる可能性があります、時間を稼げる、レギューさんマーケットを抜けて、フィスカーもジンクスを落としています、捨てますね、背中を取った、あってもナノスはもうアランボットかなというところですね。あと30秒、正解は分かれた、ただ寄れてますミッチ、そしてグラビティベルもありますがミッチしっかりとオペレーターで巻き落とします、中央フィスカーが侵入中、危なかった、珍しい、そうですね、ここはデリアリが抑えます、3-on-5、そうですね、情報があるので設置まではいけそうですが、ネスは勝負するかどうかですが、ここは一旦待つか、メインまで行きました、で開けますね、シュー切った、ここに顔出しません、あどうでしょうかね、人数差ありますから、ありますからね、フェンネル時間を稼ぐ、グラビティベル、ネスまだ耐える、ミンティとネスのクロスがどうなるか、ミンティがヘイトを買う、メデューサも拾う、取るさあ、これメデューサーハンターだ、ハンロックダウンも打って、ただここはそうか、ロックダウン受けてしまいましたかね、ジンクスも、そしてホットハンドとグラビティウィルも入っていたんですが、そこを越えられていきました、さらにこうエリアの広げ方が早いですね、クリジラ君もね、あとあの天才素晴らしいプレーでした、うん、いや特にはあの離婚すらなかったのでちょっと警戒心ね、取れてしまう、ね、薄れるかなっていうタイミングでしたよね、タイミングでした、ここうまかったな、うん、ジャンプピーク、そのあとに出るマンチキン、出せて取る、うん、すごいピクですね、前に詰めていく、メデューサ警戒できてる、打ち勝ったメデューサ、後ろからオペレーター、ネスに当たっていたのか、フィスカすごい移動ルート、すごいですね、こんな移動ルートあるのか、クレジラ君、 A の上から入ってきました、ぐるっと一周回って設置、 3-on-5行くしかありません、さあ取り返し、さあこれ爆発、フィスカ前に出る、引いてまだ体力は100、スタンが入る、避けれている、ラストの上からクルーズ、さあどうだ、3-4、下ミナ、二の目クルーズ落とした、3-3、ネスも体力ありません、グラビティベル、ネスはまだ落ちない、体力は3、時間がありません、シャッター終わったらミッチ、左側しかもだ、どうだ、残り1名、さあ1を2残ったらミンティです、体力がワインだ、ワインだ、13件名だ、ここで位置が分かる、時間がありません、解除入るしかない、ミンティがダブルキル、飛び込んだ、さあここでエフェネルのタイムアウトです、12-8、追い込まれ